さあ始まりましたアイナチャンネル阪神大昇天2021最終予想いきなり時空間の方を公開していきたいと思います天皇賞へ晴れ最重要な一戦になりました天皇賞ですね、えー、向けて阪神大昇天徹底解説していきたいと思います でではですね、なぜ天皇賞春に向けて最重要な一戦かというところですね、えー、今年の天皇賞春はですね、阪神大翔天と全く同じ条件の阪神 3000m で開催されますということもありましてですね、えー、このレースを勝つということがですね、えー、このレースに高い適性を示すということがそのままですね天皇賞春の高い適性を示すというところでですね、えー、このレースを勝つ意味というのがですね、全く昨年までとは異なりますということで,です、ね。 適正というところですね最重要な見極めポイントとしてですねお話ししていきたいと思います。ということは軸馬候補は2頭。 昨年の覇者、ユーキャン、スマイル、間違いなくて、姿勢抜群に1頭です。そしてですね、長距離をアリストテレス。この2頭がですね、今回最有力のですね、最重要なですね2頭になってくるのかなというところでございます。長距離レースを制するのはどちらなのかというところで,ですね、軸馬の公開に行きたいと思います。ということで,ですね、今回の軸馬。 コントレイルを苦しめたですね確実なステイヤー4歳世代2番手はこの馬ということでですねアリストテレス、重賞も勝ちました JCC の覇者アリストテレスを今回本命にしてですね馬券の方を組んでいきたいと思います。こちらがでですすねね阪神大商店芝3000 展開予想になります。走破時計は3分4秒1ぐらい、前半が62秒1で、上がりが35秒1という、ですね、まあ、若干のスローペース、中盤緩んで、ですね上がりがですね若干早くなる、そういった展開になると予想されます。ということで、すね人気各場の位置取り見ていきましょうということで、勝竜をいくぞですね、前走、日系新春、杯を勝ちました、勝竜をいくぞですね大体2番手から3番手のこの位置、そしてですね、ユーキャンスマイル後方から10番手。 11番手ぐらいそしてですねアリストテレスがこの位置ですね5、6番手追走でというような形になります人気各馬がですね外に揃いましたということでですねもしかしたら穴を開けるとしたらですね内枠の先行馬かもしれないというところですねこの辺りの馬はですねちょっと注視してですね狙っていきたいところなのかなというところなんですけれどもやはり今回ですね G2 レースでスローペースになりやすくてさらにですね G1 をですね見据えた馬がいるということでですねまあ、人気馬 決着になるっていうという,ふうに思っておりますということで、ですね、まあ、ほとんどの確率でですね1番人気、2番人気が馬券に絡むようなそんな展開というのが予想されます。特にアリストテレスは前走も勝っていますし前走よりさらに適性の高いレースしかもですね前走不良馬場合で勝ちましたからスタミナを見せつけた一戦でございました外相回らされてもですねしっかりと最後まで足を伸ばしてこれる可能性っていうのはですね非常に高いのかな 信頼できる一頭なのかなというふうに見ております一方でですねディープボンドあたりもですねキッカショではですねしっかりと足を最後まで使ってですね掲示板を確保しましたこのまま長期レーンの適性というのは高いので前走のですね中山金牌よりかは上昇する可能性はかなり高いのかなというふうに見ておりますそしてですね秋2000苦しめられたユーキャンスマイルもですねこの 3000m だったらです、ねえー、まくってこれますし阪神の内回りのですね、3000m というところで,ですね、えー、適性をです、ね、確実に持っているのでこの馬もです、ねえー、きっちり力を出し切れるそんなですね、一戦になるのから、えー、実力馬がですね、きっちり力を出し切れる一戦になりやすいというのがですね、この阪神大昇天だと思います。 とということで,ですね阪神大商店2021印の公開に移りたいと思います、えー。20マルアリストテレスです。マルがユーキャンスマイル。そしてですね3番手評価はダンスディライト。このままめちゃくちゃ面白いなというふうに思っております。そしてですね2、6、13、抑えればいいというところですね。まあ、ディープボンドあたりもですねしっかりと抑えていき、です、ね、馬券の方を組み立てていきたいなというふうふに思っております。 とということでですね、本命馬、アリストテレスなぜ本命なのかというところで,ですす。ね、えー、お話ししていいいきたいと思います、えー、適性は確実に長距離にありというところがですね、この馬の最もですね、押していきたいところなんですけれども、やはりコントレールさえなければですね、菊花賞馬になっていましたしコントレールを間違いなく苦しめたというところからもですね、非常に長距離への適性が高いとオフィエルマンを超えるような成績をですね、残すようなですね、そんな馬になるのかなというような印象でございます。 さらにですね、JCC も不良馬場で勝ちました、スタミナを見せつけたい一戦ということで、ですね着差こそですね、そこまでなかったんですけれども、確実にですね、強い競馬をしていたので、今回もですね、1、2着間違いないのかなというところで、適性がですね、間違いなく上がりますし、昨年の覇者にも屈しない1、2着固定で狙っていきたい1投となっております、本当にですね、天皇賞に強いルメール騎手なんですけれども、トライアルをしっかり勝って、ですね、天皇賞、春に駒を進めたい。 いいんじゃないかというところですね本命馬にさせていただきます 続いてです、ね、ゆうキゃンスマイルについてもお話ししていきます、京都競馬場のですね、天皇賞は、え非サンデー系の祭りなんですけれども、おこの馬にとっては、ですね、やはり、非サンデー系というところですね、出番はないのかなというところでございます、サンデー系がです、ね、間違いなく強い天皇賞、春ではですね、出番はなかったんですけども、今年は違いますね、最も適性の高い舞台でやれるというところですね、さらにですね、武豊騎手が乗れるというところからも考えますと、間違いなく狙ってこれる一戦。ここではですね しっかりと叩いてですね狙っていきたいのかなというところですね、一発を持っているとしたら、この馬でございます、軸としてもです、ね、最適なくらいでございまして、3000メートル以上はです、ね、非常に素晴らしくです、ね、天皇賞、春以外はです、ね、オール馬圏内に来ていますし、この馬、本当にです、ね、3000メートル以上よく走るので、狙っていきたい、追い込み客室なんですけれども、昨,昨年のです、ね、まくってきた競馬もです、ね、素晴らしかったので、今回もこの馬、 あ14着、15着といった成績が続いていますけれどもお巻き返しなるかという一戦でですね非常に面白い1等になっているのかなというふうに思っております。 続いて最後ですね、ダンス・ディ・ライト、この馬めちゃくちゃ面白いですね、ダンス・ディ・ライトについてお話ししていきたいと思います。母、ダンス・イン・ザ・ムードなんですけれども、これですね、めちゃくちゃ面白い馬でございまして、えー、菊花賞馬、ダンス・イン・ザ・ダークのゼンマイということでですね、えー、菊花賞を勝ったダンス・イン・ザ・ダークと全く一緒の血統を引き継いでですね、知、え、事、ー・キング・カメハメハ、母、ダンス・イン・ザ・ムード、そしてですね、まあ、ほぼダンス・イン・ザ・ダークと同じ血統、全く一緒の血統ですので、1×1、えー のような 構成直径のですね本当に面白いですね決闘構成になっております。間違いなく長距離めちゃくちゃ合いそうでですねまさしく化けそうな、まあ、アリストテレスも長距離で化けましたけどもそういったですね決闘構成になっております。キングカメハメハもちろんそうなんですけれどもダンスインザダークということでですね非サンデー系のですね根幹距離よりも非根幹距離が合いそうなですねめちゃくちゃ面白い一頭だなというところでございます。先行してですねアリスストテレスに についてですね競馬をしていければですね面白いとキングカメハメハヒサンデー系のですねダンスインザダーク母父サンデーサイレンスということでですね2,3着に食い込む可能性は非常に高いのかなというところでございますチャンネル登録よろしくお願いいたします概要欄のメール登録もよろしくお願いいたします展開的にもですねダンスインザダークのですねダンスインザムードの下ダンスディライト非常に面白いとですのでぜひ狙ってみてくださいさようなら